もともと用具係が中学から好きで、物を準備したりするのが好きだったので、体育祭プロジェクトに入ろうと思いました。体育祭プロジェクトは1年生13人、2年生9人、3年生14人の計36名で活動しています。すべてのプログラム、競技図を最初手書きで書いてからパソコンに打ち込むんですけど、そのチェックがすごく大変で、ちょっと夜中とかも家でやってたりしました。楽しかったことは自分たちで競技を決めることができて、私の体育の障害物で段ボール箱を32個使うので、とにかく段ボールを多分100枚以上は集めて、ペンキで塗ったり紙を貼ったりして作りました。体育祭プロジェクト委員長になったことで、みんなを巻き込んで前に進む強い精神力を学びました。